こんばんは。はい、こんばんは。土曜日の取って出しということで、今日の話題は何にいたしましょうか。今日はね、はい、午前中にやったね、正義の味方。ああ、はいはいはい。うん。ちょっと遅くしたり、舞台裏を、はい、というか楽屋裏をちょこっと、はい。思いましてね。はい。まあ、前の日に台本来て、うん、で、大体の方向はわかるんだけどね。はい。まあ、私が出番っていうのは、まあ、最初のアフリカのところ。はい。アフリカが中国を頑張ってるって話で、はいはいはい、この、YouTube チャンネルでもやった話ね。失礼しましたね。はい。そこを、なんか、メンツ見たら、うん、なんかもう、C 国の代弁者が並んでたから、まあ、これはそうだなって。でもまあ、ね、一応 C 国の代弁者だから、それなりに、まあ、言ってもらわなきゃいけないからし、はい、まあ、ずっと我慢をして、はい、でも、あるところで、この時に言うよっていうことを言って、それで言いました。うん、要するに、C 国っていうのは、まあ、ね、この番組で言ったけど、それをちょっともっとえげつない表現にして、はいはい、悪徳土建、はい、悪徳金融って言ってね、はい、その組み合わせなんだよって言って、それにハニトラが組み合わさってるからっていうふうに言っちゃいましたよ。すげえこと言ってましたね。うん、それで、日本はそれに対するためには、まあ、まともな土建とまともな金融。それで日本は確かにちょっと不器用だけど真面目さっていうので、そういうので行くしかないねということを言いました。うん、そしたら、まあ、C国代弁者はちょっと私の発言を遮りたかったようで、なんか喋ったけど、そこはまあ、ほとんど出ないで私が喋りましたよ。途中で入ってる、はい。うん、途中で、ね、ちょっと喋、間を、なんか、まあね、C国代弁者としてはちょっと、それ言われて嫌なんだけど、それで悪徳金融じゃない、日本が悪徳金融じゃない証っていうのはパリクラブって話もしまして、はいはいはい、パリクラブに入ってない人は悪徳金融ですよということを言いましたけどね。うん。そうです。まあ、それでちょっと補足するとね、実はロシアはね、補給メンバーになってるんだけどね、はい、うん、今回のウクライナの話でもう全部ほとんど外されてます。外されたんです。もちろんそうだよ。だから、ウクライナの話になっちゃったから全部外してますよ。はい。それでね、実はね、私なんか昔ね、そのパリクラブにね、まあ中国も後々はっていう話もちょっとやってたことあるんですよ。あ、そうなんですか。もうでも拒否してるだから、入れないんだよ。悪徳金融やろうと思って、ちょっと払わなかったら召し上げるとかね、土地をね、はいはい、召し上げるとかそういうことを狙ってたんじゃないの、前から。あ、だから私は、うん。悪徳金融って言った時に、ちゃんと裏っていうかね、自分がかつて仕事したのも経験があるからね、もしか突っ込んできたらもっとすごいこと言ってあげようかなと思いまして、まあ、ここで今言ってるんだけどね。というのが、楽屋。だから私はね、なんか攻め込まれてもね、次で2段3段ってね、さらにね、浴びせかけるようなことも考えながら喋ってましたけどね。あ、用意してたんですね。もちろん、そのくらいありますよ。なるほど。まあ、やらなかったけどね、その、あれでは、あの時にはね。まあ、それが1点なんだけど、あともう1個の楽屋裏みたいな話があったっていうのは、もう1個の私の出番っていうのは、まあ、木村盛雄さんのところで、全数調査はけしからんって木村さんは、まあ、言ってて、私も前から思ってたのだけどね、なんかテレビ局の人ってなんかそういうの分かんないらしくてね、私がかつて全数調査はおかしいっていうのも、ものも書いてるし言ってるんだけどね、あんまりもなんか調べてないから、なんか全数調査が木村さんおかしいっていうのの、反対で、全数調査でもいいんだよっていうのをちょっとやってくれって私になんか言ってきたから、それはできないよと。おかしても、馬鹿げた話ないからって言って、それで、番組ではね、ハーシスっていうシステムがあるんだけどね。はい。そういう子がいかにデタメかっていうのをちょっと喋らせろって言ったんだけど、うんうん、まあ、フリップは作れなかったから、結果的にはその場でちょっと喋りましたよ。ハーシスがいかにおかしいか。はい。まあ、この経緯言ったら簡単なんだけどね、はい、感染者のね、システムって、把握システムって今、もう前にあるんですよ。うん。すごいあるんだけど、それを、なんかそのやり取りを保健所にファックスで送ってるっていうのがネット上ですごく話題になってね。はい、それな、ファックスで送ってるのは消し、だから知らない人はそれでも消しからんってすごい思うでしょ、はい、でそこは消しからんと多少思ってもいいんだけど、そこを普通考えると、従来システムをちょっと変えればすぐできるわけ。そのファックスで送るのをね、やめて、ファックスで送ってもいいけど、ちゃんとネットで送れるようにするのは従来システムをちょっと変えればできるんだよね。それなのに、わけのわかんない役人かなんかが新しく作っちゃったんだよ。
コロナのために。あ、そうなんですか。だからね、普通ね、従来システムをね、ちょこっと変えてやればね、大きな問題には起こんないわけ。はあ。それをね、新しいの作っちゃったって大変なことになりますよ、普通は。あ、そう。だから何でもそうなんだけど、システム知らない人ってのはね、新しいものと古いものが違うのわかんないから、うん、それでね、新しいのをこの際作っちゃうと思いがちなんだよ。それはダメです、はっきり言えば。あのね、何でもそうだけど、OS かなんかのバージョンアップすると非常に不具合が出るから。はい。それをね、新しい OS 持ってきたらもっと大変なんだよ。まあ、それをやっちゃったっていうのがハーシスです。あ、そうなんだ。もう完全にシステムわかんないやつが間やってるとこういうことになるんだけどね。そういう話をちょこっとして、でも、その、もともとね、電子カルテっていうのが2000年の最初頃やろうと思ってたんだけど、はいはい、電子カルテすらできてないね、今も。もう2000年の最初でね、6割以上ね、やるってことになってたんだけど、はいもう今に至ってもまだね、5割も行ってないんだよ。え、そうなんですか？そう。だから電子カルテができてないから、実はね、あの手のね、話ってすごく大変なんだよ。え、でも、お医者さん行くとめちゃめちゃパソコンに打ってますよね、お医者さん。あ、だから、打ってるところと打ってないところがあって、全体的には5割行ってないんだよ。あ、そんなもんなんですか？だから電子カルテができてないから、実は電子カルテの一部を取り出して、いろんなシステムを作るって形にするとすごい簡単なんだけどね。電子カルテができてないから、だからあんなわけのわかんないシステムをたくさん作っちゃって、これでもまだ従来のシステムの方がまだちょっとまともだったんだよね。そう入力項目も少なくてね。へえ。それなのに全然新しいの、なんかもう、ファックスで送ってるっていうのを批判を受けちゃったと勘違いしたらしくて、それで、じゃあ新しいシステムだったって、それで項目をめちゃくちゃ増やしちゃったから、これで電子カルテもできないような人から見れば、ね、それはできないよ。そうですね。そういう話をちょっとさせろって言ったんだけど、まあ、もうね、スタッフの人も何言ってるか分かんないらしいんだよ、私の話が。うん、で、これはボツになりましたんで、今喋ってます。どこが分かんなかったんですか？え？いやー、分かんないな。知らないけど、もうあれなんじゃないの？もう、そんな、ところで時間を取るのが嫌だとか、そういう話かもしれないし、わかんないよ。特にシステムの話するともうわかんなくて。でも私かなりさ、わかりやすく喋る方だと思うよ。そうですね。そうだって自分でプログラムをできる人だからさ、それで自分でもシステムを作ったことで、e-tax なんかやったって言ったじゃない。はいはいはい。だからそんなし、だから、まあね、役人でね、システムがわかんないっては、一般の人のシステムわかんないってのはプログラム経験がほとんどないからね。はい。そうですね。プログラムができる人だったら、これはこのくらい大変かってすぐわかるの。だから電子カルテもできないような人というか、多い人の中でね、うん、従来システムの、微調整しかできないって私なんかすぐ思うけれど、うん、ハーシスっていうのは新しいのを作っちゃって項目増やしたり、それはもう大変な混乱なんで決まってるよ。ああ。そういう話をちょっとしたんだよ。うん、でもこんなのマスコミで全然出ないから、ハーシスの話なんてね、いいシステムだみたいに出るからさ、違う。もともと電子カルテができないような人だから、あんな新システムなんてもうね、もう全く無理なんだね。はい。あ、そうか、じゃあ。無理だよ。電子カルテがスッスできるんだったら簡単にできるけどさ。うん、うん、うん。そうだってハーシスの入力項目なんかカルテとそっくりだもん。へぇー。だからそういうふうに、身の程知らずの役人が、まあ、ちょっと政治家に、まだファックスなのって言われて、焦いちゃって、ハーシス作っちゃったっていうのが実態なんだよ。え、それじゃあパソコン使ってるお医者さんって入力した後に、もう一回別のハーシスに入力、うん、そうだよ。だから電子カルテそのままデータ持っていくって形できないから、もう一回ハーシスだよ。だから気の毒なんだよ、あれは。アホなシステムですね、それはだいぶ。だから、まあ、普通こういうの考えるときに電子化されてるのはどこまでかと思って、それをなるべく使うんだよね。そうですよね。それができて、できないんで。まあ、だからもともと電子カルテがほとんどできてないからさ、こういうことになっちゃうんだけどね。だから電子カルテもできなかったら、いろんな新しいシステムなんかまず考えないっていうのは普通なんだけど、うん、どうだよね。まあ、業者は喜ぶけどね、新しいシステムの。ああ、まあ、そういうのが。もうだから、この、話、根っこが深いんだよね。そうなんですね。うん。そういう話をしようかなと思ってたんだけど、はい、全くこれは、まあ、
ね、担当の方は理解不能だったらしいんでね。そうですか。これ話をしませんでした。なかなか今日は大変な、じゃあ、うん、放送だったんですね。ちょこっと言って、電子科学もできない、こんな新種ってなんか無理だよっていうことは言ったけどね。言ってましたね。はい。まあ、言ったけど、まあ、本当はこういう、ちゃんとした経緯をきちんと言いたかったんだけどね。うん、まあ、これは無理だったから、言わなかったですけどね。じゃあもうここで皆さんにはお伝えできたということで、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れさんでした。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。